ワールドタイクミュージアム1-144スケールパンタジー後期型1-144スケールはスケールモデルで用いられる国際標準スケールの一つである。航空機や戦闘車両などの模型を中心にプラモデルやダイキャスト製完成品、モデル、触眼などの縮尺として広く用いられている。またキャラクターモデルでも標準的なスケールとして使用されている。 1>, 1、144スケールは、1フィートを1ラインに縮小する縮尺であり、模型の大きさや長さを実物の1、144に縮小することを意味する。当初は、ヤードポンド法を使用するイギリスやアメリカで、国際標準スケールの1、48スケールや1、72スケールでは大きくなりすぎる、旅客機などの模型に使用されていたが、今日では、 第二次世界大戦時の戦闘機から、現用のジェット機やヘリコプターまで多くのプラモデルが発売されている。ダイキャスト製の完成品模型も、旅客機や爆撃機を中心に発売されている。1、144は12進法に基づく数値であるが、1、144未満には12進法は適用されず、1、350、1、500、1、700といった、 重心法の切り板を度数法の切り板に近づけた数値になっている。度数法を適用すると、1、360、1、540、1、720、1、1080の順に小さくなる。また、2000年代初めのワールドタイクミュージアムの大ヒット以降、日本の食眼やブラインドボックス仕様の完成品内市販、完成品の模型では1、 144を採用した飛行機や戦車などが多数発売されている。特に1、144スケールのミリタリーモデルは、これまでウォーゲームのコマに用いられていた1、285や1、300スケールのほぼ2倍、1、76や1、87スケールに比べると、ほぼ半分の大きさとなり、再現性とコレクション性を兼ね備えているため、 欧米のコレクターや、ウォーゲームの愛好家にも好まれている。アニメのロボットなどのキャラクターモデルでも1、144は1、100と並ぶ主力スケールの一つであり、多くの製品が発売されている。また、1、144スケールは、鉄道模型の N ゲージに近い縮尺のため、N ゲージのレイアウト内に1、144スケールの模型を組み込んだり、 144スケールのジオラマに N ゲージ用の建物や自動車などを流用することも行われている。かつては、カズミツ模型、ミツワモデル、クラウンモデルなどが、第二次世界大戦機や原用ジェット戦闘機などを発売していた。現在でもチンタを文化教材車の総発招待シリーズや同友社など、数多くのプラモデルメーカーが1、144。 スケールの航空機模型を発売しているほか、触眼などのスケールにも1、144スケールが使用される。海洋堂から発売され人気を博したワールドタイクミュージアムやドラゴンモデルズのパンツァーコープスやマイクロアーマーが1、144スケールである。前述のようにミリタリー関連の車両や戦闘機が多く商品化されている手前、軍用の船舶が一。 144スケールで商品化されることがある。他には、タカラトミーが展開していた世界の観船や海洋堂がかつてレジンモデルで商品化した一部の深海潜水艇がこのスケールであった。また、N ゲージのストラクチャーの漁船やタグボートなどほぼ近日のものもある。バンダイから発売されている機動戦士ガンダムのモビルスーツのプラモデル、いわゆる ガンプラがスタートした当初から、ガンプラのスケールは1、144スケールと1、100スケールの2種が主力であり、現在では、HG シリーズが1、144スケールである。また、ガンダム以降20メートル台に設定されたロボットのプラモデルにこのスケールを採用することも多い。ありがとうございます。